神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 知らなそうかぼくのないそうのの最後のピースはこれだったんだペイコーバさんに相談してみよう。 ことなら私に任してエイコバさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです えこ、ー、ばさん、こんにちは。ああ、ちゃんいらっしゃい。いやー、また来てくれてありがとう。いやー、おばさん元気？元気元気すごい元気。たけ、うん、ちゃんとお話しすると余計元気になる。あよかったよかった。この前もイスラエルで神様がこういう奇跡されてるっていうのを聞いたから興奮しちゃって今日もねも押しかけてきちゃった。<laughs> じゃあこの間の続きするわ。ね、この間の続きで。 第4次中東戦争食材の日のののの戦争なのね食食材の日食材日日っていうのは、うん、あヘブライ語で「四ンキプール」っていうんだけど、うん、あイスラエル中の人たちが断食して祈る日なの、うんうん、だからあ兵士たちも家に帰って、うんえー、断食して家族と一緒に祈るというそういう。ね 特別な日な日んだね、えー、そういう日が今もあるんだね昔私たちがイスラエルに行った頃は、うん、もうエルサレムの道路は閉められちゃって、うんえー、救急車以外は絶対走れないっていう特別な日だったのよへえーえー、それでね<あ>子供たちは車がないでしょ、うん だからスケートボードで道路をどんどん走って楽しんでたしもうすごい静かでもうエルサレムの反対側で吠えてる犬の声が聞こえたっていうぐらいそんなな静かな時だったのねあんまり他の国ではそういう状況とかそういう一日ってなさそうだね。どこも ないと思う聖書が言っているから彼らはそのことをしてるんだけど何しろその第四次中東戦争ののの食材の日にには兵士たたちも家に帰ってたのねその時に襲ってきたのがアシリアヨルダンそしてエジプトもう北朝鮮まで入り込んでキューバまで入り込んでもう絶対 絶対イスラエルを亡くしてしまうっていうので全部で13か国が一緒になってやってきた、えー、兵士たちが家に行って、まあ、家族と一緒に断食しているっていうことはもう戦う準備をしてないところに敵が襲ってきたっていうことということね、えー、だから、うん、あの時にイスラエルがもうちょっとで亡くなりそうだった、うん、そうでしょうそれでどうしたの襲ってくるって分かったら もうイスラエルはまずは家に戻っている兵士たちに電話して緊急戻ってきなさいっていうので戻ってきてだけどもうその時にはだいぶやられてたっていう状況でもうゴラン高原ではシリア軍の戦車も イスラエル軍の戦車も,もうぐちゃぐちゃになって、ねえー、崩れているという状況があったのよねああそれはすごい恐ろしい光景だろうね。そうなのよこのグラン高原のこの場所はあ激戦のあったところで、えー、ここはいまだに涙の谷と呼ばれているのね、えー。そのような激戦があった時で もうイスラエルが負けているっていうのをみんなが分かっている時き、うん、その時にカハラニ隊長が7台の戦車を,、うん、を持って、えー、進んでいったのねたったの7台他にたくさんあるんだけどうん、うん、もうイスラエルが負けそうになってるからついてこないのね<ー>でもカハラニ隊長はもうここで下がったらイスラエルがなくなるからっていうので。 もう、七台で、えシリアに向かっていったの。で、シリアにはいっぱいな戦車が並んでるんだけど。どうしたの、隊長は。もう、隊長、そこで止めたら、イスラエル負け。だから、もう、自殺するような思いで、え進んでいったのね。そしたら、シリア側の、たくさんの戦車が、急に、 U ターンしてて逃げていっちゃったの。えーえー、あのこの前の6日戦争の話と似たような。似たような。U ターンが起きたんだね。本当にね。えー、まあ、その6日戦争の時はうん、うん、シリア側のお戦車に乗ってた人と<ー>イスラエル側の戦車に乗ってた人が話をしてそしてイスラエルにすーごいたくさんな新型戦車があったっていうのを聞いたんだけどうん、うん こカハラに隊長のこの7台の戦車で行った時の状況っていうのは向こうの人と出会ってないので誰からも聞いていないんだけども結果は同じ状況で彼らは逃げていっちゃったんだよ。いやー 昔の聖書の時代のユダヤ人と今のイスラエルが同じなのかどういう関係なのかわかんないと思ってたけど、やっぱ神様おんじように今のイスラエルで、まあ、奇跡もう本当働いてるっていうのがすごいわかるね。本当にね神様がこのイスラエルを立て直させていらっしゃるというのをすごくよくわかるのね、えー。他にもあるのそういうすごい。あ この時にもう本当にイスラエルが亡くなりそうになったのでこの時の思想っていうのがあーゴルダメイアっていう女性の思想だったのね、えー、こういう人だったのね、えー、この人が、うん、あアメリカに大急ぎで出ましたの、えー、そしたらあキッシンジャー国務長官 キッシンジャって、うんえー、タキちゃんは若いから覚えてないかもしれないけどこういう「キッシンジャー」国務長官が出たのね。それ、うん、で「ああ分かった分かったああ分かった分かった」分かっ,たあっていうような返事で <laughs> <ー>どうも何にもしてくれそうにないので彼女はこの時の大統領がニクスンなんだけどニクスンが彼女にこの電話番号は 私のところに直接来る電話番号だから持っとってくださいって言って渡されてたのね夜中の3時に彼女はニクソン大統領これがこれ、ね、あニクソン元大統領なんだけど彼に電話したのね<ー>そしたら彼が「もしもし?」ってこう電話を受けて このゴルダメイアの声を聞くと同時に彼のお母さんの声が聞こえたの<ー>、えー、彼のお母さんっていうのは、うん、あ彼を育ててる時に、うん、こ,うこういう、えー、とても美しい人なんだけど育ててる時にうん、うん、まだちっちゃい時からもしあなたが権力を得るような立場になった時、うんうん その時には、もしユダヤ人が助けが必要だということが分かったら、うん、全力を尽くしてユダヤ人を助けなさいよって、彼女がいつも彼が小さい時からずっとうんうん、うん。 と伝えてたのへ<ー>その声が電話を受けると同時に聞こえたのでこの時の出来事を私はニュースで見ててもうはっきり覚えてるんだけど、うん、もうニクソン大統領がたくさんの新型兵器を飛行機にぎっしり何台もの飛行機に詰めて。 航空便でイスラエルに送ったの武器を武器をニクソン大統領は電話でお母さんの声を聞いたんだってで言うことがあったあの。あいうことがあった、ね、<ー>まあこれはイスラエルに言った言葉なんだけど、うん、へでもそれで飛行機で武器を何ていうか運んだっていうことか。航空便で、うん 武器を送るっていうのはものすごい重たいから燃料がもうたっんたんならぬ勢いで落ちていくのね。うん、そねだから空中で注油をしながら<ー>イスラエルまで届けたの、ね。それは大変な騒ぎだね。もうそれも何度も注油しながら、うん、そしてその時にかかった燃料の値段の方が、うんうん 新型兵器の値段よりもたくさんかかったかっていうことうそうかそこまでしてでもお母さんの声を電話で聞いたからウニクソン大統領は動いたっていうことなんだそうなのよね<ー>そして武器が届くと同時に戦いの先端で働いてる人たちのところを大急ぎで届けて、えー、この時の 記録では史上最大の逆転攻撃っていう言葉が残されているぐらいにものすごい逆転でイスラエルが大勝利を得たのね、うんうん、そのニクソン大統領がまあ受けた電話で「お母さんの声!」とかそして航空便でもう新型兵器を送ったってうそういうことが起きなかったら イスラエルはいいいよ,いよなくななってたかもしれ本当になくなってたと思うねでもそれは神様が許さない<ー>神様が立て直してらっしゃるからだからニクソン大統領があの時に大統領になってたと思うの、うんうね、こういうふうな育て方をされているうん、うん、一番イスラエルが必要な時に。 彼が必要だからっていう感じねいや神様は本当にイスラエルを守ってたっていうかそうやって人を用いてでも<う>、はい、本当にね、えー、神様はイスラエルを守ってらっしゃるのね「うん、あの聖書」の中にそれが全部書かれてるんだけど、うん、詩篇の121編の4節を読んでみると。うん 二よ、イスラエルを守る方は、うんうん、まどろむことも眠ることもないっていう言葉書いてある。ね。で、その次の、うん、おー、支援、百二十二編、え六、ー、節には、エルサレムの平和のために祈れ。これ、命令なのよ。うん、エルサレムの平和のために祈れ。 お前を愛する者が栄えるようにって言ってね、<ー>えー、エルサレムの平和のために祈るっていうことは、祈ったあなたが栄えますよっていうご褒美がついてくるけど、これ命令なんだけど、命令に従うと、うんうんうん ご褒美がついてくるん、ね、だよねそう書いてあるもんねそう書いてあるでしょであんまり今までイスラエルのために祈るっていうことを考えたことが正直なかったんだけどでも話聞いてたら祈っていた人たちがいてそれは聖書に書いてあるっていうことなんだよねそうなのよ竹ちゃん、うん、創世記の十二章三節読んでくれる、うんはい あなたを祝福するものを。私は祝福し、あなたを呪うものを。私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。彼らアブラハムの子孫だから、うんうん、これはアブラハムにおっしゃった。言葉、アブラハムの子孫を祝福したらあなたが祝福されて。うんうん、彼らを呪ったらあなたが呪われる。うん それだけじゃなくて、地上のもうすべての人が、アブラハムの子孫を通して、祝福されるっていうね。イエス様は、アブラハムの子孫でしょ世界中の人たちが祝福されてるんでしょもうそれだけじゃなくて、あらゆる方面で、地上のすべての人たちが、 彼らを通して祝福されるって書いてあるのね,ね、えーえー、あなたを祝福するものを私は祝福しって神様祝福するって神様を栄えさせるってさっきのところで言われてるならこれ祈らない方が損な話だねそうそうそう,そう、うん、本当にそうえーうん、聖書がそうやって言ってるんだねそうなのよ「うん、民数記にもお同じようなことが書いてあるんだけど えー、メイン数期6章の24節から27節武ちゃん読んでくれるはい「主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら私は彼らを祝福しよう」。 神様の皆によってイスラエルのために祈るのならば神様ご自身が祝福するっておっしゃってるでしょう、うんうん、だから本当に祈らない方が損ですねそ,そうだね本当だ聖書がそうやって言ってるんだじゃあどうやってこれからイスラエル人のために祈ったらいいのあここに書いてあるここに、えー、さっき24節から読んだでしょうんうん、うん え、イスラエルの、イスラエルをはめ込むわよ。主がイスラエルを祝福し、イスラエルを守られますように。主がミカオをイスラエルに照らし、主がイスラエルを恵まれますように。主がミカオを イスラエルに向けイスラエルにに平安を与えられますようにこれ全部戦争で大変なイスラエルなんだけどこれを祈ってるおかげで守られミカ河が照らされそして平安が与えられるうこうやって僕たちも祈ればいいんだ。 そう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 ,<ー>そうするとそうかいや祈り方がシンプルだね分かった気がする <laughs> 分かった気がする、うん、でもこれを祈ったことによって、まあ、イスラエルのために神様の名で祈って祝福されたっていう証しはあるのたくさんあるんだけど、うん、一番大きいのがね昭和の初め昭和5年の出来事なんだけど、うん ある牧師先生がイスラエルのために祈りユダヤ人が救われないことには御祭輪がないのだということが分かってそれで日本中の教会その教団の中の教会全部にユダヤ人の救いのために祈りましょう。 そして、ご祭臨のために祈りましょう。うん、え、シオンの再建のために祈りましょうって言い始めたのね。<ー>シオンの再建のために祈りましょうって、まだイスラエルがない時よ。<ー>だから、ユダヤ人が全世界に散らばってる時に、その祈りを始めたの。<ー>で、一人の人は、聖、うん、学家の 学校に行くために、うん、一生懸命その試験を通るために、もう音楽の勉強、もあらゆる勉強をして、そして声が素晴らしいから、ああ、声楽科の音楽学校入るっていうので一生懸命やってたら、そのイスラエルのために祈れっていうのがいただいて、そしてユダヤ人が救われますように、シオンの再建が起こりますようにって言ったら、 祈りが止められなくなくって、うん、彼女が祈って祈って祈って止められないのでとうとう彼女はね<ー>それで、うんえー、音楽学校には行かれないで進、うん、学校に行って師、うん、先生になられたんですけど<ー>もうすっごく一生懸命祈って。うんうんうん そして17年後、うん、彼女がもうその声をダメにして17年後、新聞の一面に、うん、イスラエル建国っていうのが出てた。<ー>もうそれを見て彼女は泣いて泣いて泣いて喜んだんだけど、もう国中でそれを祈った時に、うん 大リバイバイルが日本で起起ここっったのよったのの日日本本でででよそして、えー、日曜日になるとうん、うん、見たことない人たちがね<ー>教会にどんどん入ってきたのね、うん、であの弘前の教会の人はまあお年寄りでその時のことを覚えてる人だけど、うん、あんまりたくさんの人が入ってくるもんだからうん、うん、ああ 教会の門の外のとこへ行って、もう来ないでください信徒の入るとこがありません <laughs> って言ったのよって言うぐらいにどんどん入ってきたっていうね。うそしてたくさんの教会では、もう信徒の入るところがないので、うん、えー、福牧師が神徒を神道、信徒のお家に連れて、えー、大きな、 あお部屋があるところでそこで礼拝して。<ー>そして、うん、未信者の方ばっかりが教会にいて。うん、でも次の週帰ってこれないのね。うん、だからあ、次の週もそこでいてっていうのが姉妹教会になった。それしてね、うん、市川栄子先生っていう方が、うん、あおっしゃった言葉なんだけど、一番すごい えー、収穫のあった時で1日で30軒の姉妹教会ができましたって<ー>それが昭和の初めの、ね、リバイバルだったのためよすっごいでしょそれがシオンの再建のために、うん、ユダヤ人の救いのためにって祈り始めた時から始まってそんなことあったんだ 最近でもそういうイスラエルのために祈り始めて祝福されたって証しはあるのもちろん最近にもあるのよ。もうご主人が救われますようにって一生懸命祈ってて15年も経ってもまだ、ねうん、教会に来ないっていうのが、うん、イスラエルのこと祈り始めたら、うん、急に彼が救われたとかね、えー、教会でええー イスラエルの祈りをし始めたら、次々と新しい人が救われて、うん、1>, 1ヶ月に19人も洗礼を受けるようになりましたとかね<ー>、えー。会社でイスラエルのことを祈り始めたら、もう会社がこう傾いてたのがすごい祝福されたって、うんそういう証をたくさん聞くわよ。そうなんだ。 いや現代のイスラエルに神様が奇跡を持って働かれてるっていうのもすごいしそのイスラエルのために神様の名で祈ったら祝福されるっていうその約束も,もう今もこう起こってるんだね。それは聖書が 聖書に書かれていることが全部本当だという意味だから、うん、本当に神様すごい方なんだね。いやー今日もすごい驚く話聞かせてもらったけどなんかワクワクする。いや本当に神様の話もうタケちゃん来るたんびに私もワクワクする。ちょっと今度また別のこと聞きに来るから、はい、いいうん、もうちろんいつでも来てちょうだい。うん、待ってます。はい、じゃあ今日は 帰る、ね、はいママによろしくはいそれでは本日のおさらいをします食材の日イスラエル中の人々が断食し兵士も家に帰っている間に敵に攻められイスラエルがもう少しで亡くなるところでしたたくさんの兵士が恐れて出て行きませんでしたがカハラニ隊長と7台の戦車だけが勇気を出して向かっていくと 多くの戦車で攻めてきていたシリア軍が逃げていきましたこれは神様がなさったこととしか考えられませんそれでは皆様またお会いしましょう。シャロー